に怖いことがあったそうです。4月27日の地震の時、純子ちゃんは可愛がってる猫を抱いてブルブル震えてばかりとか。さすがの純子ちゃんも地震には負けですね。ミステリーヒロイン。
黙ったままね、年齢の坊やじゃ。
くれて月ねこっちが焦るわ。どうも坊やにはペース崩されて、いまいち私が乗り切れないわ。いいけどさ、罪を感じるあんたの笑顔。どっちにしてもどっちにしても暇だよ私。奥ゆかしさじゃない女。
使って今すぐまだ間に合う。じゃじゃ「だってこれ」